今日はですね、スーパーセンターが、パートナーシップを組んでいつも塗装してもらってるペインター、パティーナペインターですね。まあ、パティーナって、クラックだったり、そのヤレ塗装だったり、その、まあ、エイジングペイントと呼ばれるものの、まあ、ほんまに結構世界的に引っ張りだこなベーコンに来てもらってます。今日はそのベーコンのご紹介なんですけれども、これうちの新作ですね。2020年のジョインツに向けて、ジョインツの間に合わせに作った車両なんですけれども、まあご覧の通りのエイジングで、まあちょっとリアリティがあるような感じで、使い古されたヴィンテージバイクみたいな雰囲気が出るようにやってもらってます。びっくりしたです。これが新品の塗装なんですよね。で、サビ感とか、サビ汁が下だったような感じだったりとか、まあ各部にわたって、あと何て言ったらいいですかね、粉感ですよね。まあそんなのを今日ベーコンに施工してもらいました。まあご紹介しますと、これがベーコンが塗ったベーコンヘルメット、まあ、基本的にはオーシャンビートルのベースを使うんですけれども、まあ一番形が良くてかっこいいんでオーシャンビートルさんも使わせてもらってるんですけれども、まあベーコンがその時の言ったらいいんですかね、感性だったり見たもの、感じたものを、まあ、ヘルメットのペイントに投影してもらってるんですけれども、一つ一つが、ハンドペイントで二度と同じものがないっていうのがベーコンヘルメットの売りです。まあ、こういう、まあ、リアリティのあるペイントですね。まあほんまに新品ペイントとは思えないようなエンジングペイントなんですけれども、本当にこう、まあ、この2つは台湾のディーラー様から発注いただいているもので、これは売り物ではないんですけれども、まあこんな感じで世界中から結構オーダーがありまして、頑張ってもらってます。でその次なんですけれども、スーパーセンターとしてもちょっと大きなイベント、今年のイベントになると思うんですけれども、マレーシアで開催されるアートオブスピード2020っていう、まあ2日間で去年はね5万5000人も動員したビッグイベントがあるんですが、マレーシアのフージャンバンドっていうロックスターさん、まあ、そこのボーカルなんですけれども、僕の友達でノーっていうボーカリストが僕にバイクを作ってくれということで、まあ今まだねバイクは全然できてなくって、ラフ画だけ、まあ、このスタイルで作っていこうかなとは思ってるんですけれども、まあ現地でベーコン一緒に行ってまあ、作り上げたバイクをペイントしてもらおうかなっていうふうに思ってます。まあマレーシア遠そうで意外と近いんで、まあ、皆さん遊びがてら、まあ、もしお時間あったら遊びに来てください。でまあこんなちょっと特殊なペイントなんですけれども、それとこのペイントを始めたきっかけは？は10代の頃からバイクに乗ってて、お店に出すのも高いし、まあ、やりたいことを缶スプレーでやりたいようにやり始めたのがきっかけ。まあ仲間うちの適当に塗ったり自分のバイク塗ったりっていうのが、まあきっかけっちゃきっかけかな。まあ当時僕がバイク乗り僕らがバイク乗り始めた若い頃からの一番最初ぐらいの連れやな。そう、18やな。そやな、その時から、まあ最初ちょっと独特で、まあ僕らもそうだったんですけれども、バイクは自分でいじるものだっていう意識があって、まあへんてこな改造してみたりとか、それとは色を楽しんだりとかっていう流れがありました。で仕事するようになってからこういう技術を得たんですね。まあちょっと特殊な塗装をするような仕事をメインでやってて、まあその
まあ、技術というかやり方を、まあ、自分のヘルメットだったりバイクに使ってみた。でそれをまあ仲間内に見せたら面白いって言ってもらえた。じゃあそれを欲しがる人に売ってみようかというか、欲しがる人のために塗ってみようかっていうのを、山口に相談して、そこからベーコンヘルメットというか、まあ最初は仲間内のペイントをしてたっていうとこかな。まあそうやね。で、ね、それがちょっといろんな人が見てくれるようになって、ちゃんとベーコンとしていろんなお店に置いてもらったり、オーダーをスーパーセンターで受けてもらったりっていうことから、7、8年もちょっとになるのかなっていうのが現状。そうやね。あれ始めたの7、8年ぐらい前ぐらいかな、うん、まあほんまに面白いよね、このゴムのところのかすれた感じ、わかりますかね。が、まあ、ボタン周りの汚れ方だったりとか、うん、中身は新品なんですよ。まあ、あれがきっかけでディーラーさんも増やして、で海外の有名人さんとか芸能人さんが被ってくれるようになってっていう流れみたいなね。うん、まああのベーコン、まあベーコンヘルメットって言っても、ヘルメット本体はオーシャンビートルさんとかその時かっこいいなと思ったヘルメットベースでやってるんで、まあ要はベーコンが塗ったヘルメットがベーコンヘルメットっていう、あのどういうあれやろな、まあまあそれがベーコンヘルメットです。で基本的にはこの車体のエイジング関係のオーダーはうちでスーパーセンターでオーダーしてくれた方のみに受け付けてるんですが、まあよっぽど手すきとかな、ベーコンがあのテンション上がりそうな車両であったりとかでしたらお問い合わせいただければ、まあ通販センターでお問い合わせいただければ、あのもちろんベーコンに話してみますんで、うん、まあ、それはその時相談させてください。でまああの通販センターのホームページのトップに、僕の LINE の QR コードが置いてあるんで、まあ、写真とかでも送ってもらった方が分かりやすいね。インスタグラムの僕の方のベーコンのダイレクトでも問い合わせに関したら送ってもらったら答えるで、ああそうやね、うんうん、ただ、オーダーとしては、ベーコンとしては受けないっていうのをちょっと考えてる、考えてるとか、まあそれはまあ今までずっとそうしてきてるんですけれども、受付窓口はあくまでスーパーセンターですんで、まあベーコンのインスタのダイレクトでお問い合わせは大丈夫なんですが、そこから発注できるっていうわけではありませんので、まあただ僕にあの質問してもらってワンクッション置いてベーコンに聞くよりもダイレクトには物事を聞けると思いますんで、まあその際はご遠慮なくということです。てか俺見てて好きなんやけど、今後綺麗なものを塗りたいとか、なんか俺はあるの、こうやれたバイク作ったら綺麗なバイクも作りたくなるし、チョッパー作ってたらカフェレーサー作りたくなるし、一般的にはその辺どうなるの？綺麗なのは塗りたい、ただ綺麗の度合いが、まあ、ベーコンらしいってことやろ。そうそう、自分らしさを外すというか、うん、あの自分の周りにすごいペインターさんいるやん、いろいろ、だからその人たちにはかなう気はしないから、うんうん、そことは違う、うんと、なんていうんかな、綺麗、うん、まあでもこれでやってんのと一緒よね。あのまあはっきり言ってエイジングペイント、クラッキングペイント、あの世の中にまだあります、結構で、あのパクられてることもすげえ多いよな、ほんまに一緒のデザインだったり、でもやっぱり物が違うんで、まあメイコはやっぱ独特の世界観持ってるんで、あのその世界の中での綺麗っていうか、だから人から見てもかぶらんやつやな、色はどう思われるか分からへんけど、うん、あのさらっとした
やつもやりたいし、うん、今までもまあやってるんやけど、うん、あんまりそれはベーコンではないと思われがちやったから、まあ表にあんま出してないからね。だからこれはこれでやり続けたいし、うん、それはいろいろ違うこともやりたい、うん、な、なるほど、面白いと思って見てもらえるものかな、うんうん、何にしても。なるほどな。まあそっち路線で俺がオーダー受けて作らせてもらったバイクでお客さんがそういう路線一回見てみたいとかだったらまたぜひ頼みたいし、まあその時はよろしくでっていう感じです。まあまあこんな感じで、はっきり言ってどっちかって言ったら殿様商売っていうか、もう僕はこのベーコンヘルメットの販売とかにおいては友達のベーコンを支えるポジションになってるんで、まあたまに口出しするときはあります。もちろんデザイン的にも色味的にも。でもまあ基本的にはこのベーコンが好きに塗ったものをが僕が好きなので、ベーコン好きに塗ったものを皆さんに広められたらいいなと思ってますんで、まあうちのホームページのトップからベーコンページがありまして、そこにまあブログが2つか、ブログ2つとインスタグラムとか、あとまあ今、まあ、数少ないんですけれども、ウェブショップで販売できる在庫があるものに、飛べるリンクが貼ってますんで、よかったらぜひご覧ください。あとまあどんな処理を塗ったんだってある思わはる方は、うちのホームページトップからカスタムバイクでタグでベーコンを押してもらえれば、ベーコンが絡んだペイントが絡んだカスタム車両がたくさん載ってますんで、よかったらご覧ください。でもまあ友達が昔からの友達がこう自分の技術で生かしてこう世の中に認められて、ね、楽しんで塗ってくれてるっていうことまあ僕としたらすごい嬉しいことなんで、まあ続きは続き、これ今カット入ってましたよね多分。まあまあまあお互い頑張ろうぜって感じやな。締めです。